水論とは、灌溉用水の他えの分配をめぐる紛争。境争論を指すこともある。水争い、水喧嘩、水騒動、水紛争とも言う。水論の原因の一つに、農業用水の分水の公平性の確保が挙げられる。公平性を明示的に示すために、近代に築かれるようになった、円筒分水の例。 大分県武田市のおとなしい時12号分水中世の日本においては干ばつなどが起こると暴力行為を伴う紛争となったが近世においては暴力より訴訟が望まれ領主は時断を進めたさらに水利権の管理は領主の裁定から水利観光として守られる用水組合を基本とした損落間の自治へと比重を移していった争いの原因としては 石の構造の変更、トイの形態の変更、春節による流量変化、分水施設の公平さをめぐる争いや、経年変化による形状の変更、取水時間や順番をめぐる争い、河川の両岸にある石同士において、より上流に石と取水口を付け替える争い、新田開発による用水の均衡の変化が挙げられる。近代以降においては、ポンプ使用を認めるかが、 水利問題に発展した例がある。現代の水利問題としては、干拓やガム建設による農業者と漁業者との利害対立や水害防止、水資源確保、環境保護といった観点の違いによる対立がある。水論は夏の季語である。また、水論にまつわる慣用句として、水かけ論やデ電飲水が挙げられる。日本に限らず、水を用いるところにおいて、 その分配をめぐる紛争はある。20世紀末以降のアメリカ合衆国でも、ジョージア州、アラバマ州、フロリダ州にまたがる三州水理論争が発生している。水問答、水合戦と呼ばれていた。1592年、摂津国、豊臣秀吉の例。1609年、幕府礼。など、用水組合の核損落の費用負担は国高に応じて割り振られる。 ことが多かった。ただし、用水の開発に特別の貢献があった村落の特権や用水組合に後から加わった村落の列語など力関係による格差も存在した。川の同じ側にある場合の付け替え争いは少なかった。ABCD、推論とは、ことばんく。2017年4月13日閲覧。ABC、推論とは引く。 歴史民族用語辞典。2017年4月13日閲覧。堺総論とは、世界大百科辞典ことばんく。2017年4月13日閲覧。ABC、水争いとは、ことばんく。2017年4月13日閲覧。渡辺2014、ピアニッシモ、5168、渡辺2014。 ピアニッシ六6064渡辺二千十四ピアニッシ十四六十六渡辺二千十四ピアニッシ十一五十二渡辺二千十四ピアニッシ十四五十五渡辺二千十四ピー59渡辺二千十四ピアニッシ十五五十九片山百九十八ピアニッシ五百五十六渡辺二千十四 ピアニッシモ34、4? 渡辺2014、ピアニッシモ5556、ありがとうございます。